高代、お前は選ばれし者。この時、この地にあるように、大いなる御手により定められし者。ここに集まったすべての使徒たちは、ベヘリットによってあるべき姿を得たのだよ。そしてお前が手にしているのはただのベヘリットではない。我らゴッドハンドに転生できる者のみが手にする真紅のベヘリット。そしてあなたたちは彼が魔王になるための大切な意見。俺たちの命と引き換えに、それをするのは彼の意志。これより高魔の儀を執り行う。千の仲間の屍の上を、千の仲間が築くし、万の敵の屍の上を、そのどちらでもない屍の上を、お前は踏みしらいてきた。ただ一つの思いがゆえに。その思いを思い果てぬ。一言、心の中で唱え、捧げると。カルベス！捧げる。約束の時、来たれり！5人目の副王、新たなる魔王。